今日はこれ作ろうかなと思います。桑名っていう名店で、札幌ですね、濃厚味噌ですって。札幌です、名店伝説。これをちょっと行ってみようかなと思います。はい、できました。こんな感じですね、桑名の味噌ラーメン。こんな感じ、濃厚味噌っていう感じでできてます。なんかまあこれ麺がね、めちゃくちゃうまそうだったんです。さっき見たら黄色い麺で卵入ってる熟成麺ですね。これはね、美味しいと思います。じゃあこれを今からいってみます。じゃあ今日はですね、この黒ラベルなんですけど、埼玉150周年記念の黒ラベルですね。ちょっとこれをいってみたいと思います。これは渋沢栄一さんが写ってますね。埼玉の英雄ですよ。じゃあいきます。うん、美味しい。あ、黒ラベルってやっぱうまいっすね。ということでこのラーメンいきますね。桑名ですね、札幌の名店です。まずスープいってみます。濃厚味噌って書いてあったんで、ああうまいなこれ。うん、これも完全に店の味ですね。麺ですよ、この熟成麺ですね。コシがありそうな。引きます。ああこれ好きなタイプのやつですね。うまいな。引きます。今日こう炒め優しにしたんで、いきます。シャキシャキで美味しいです。うん、いきます。チャーシュー手作りいきます。いや、埼玉札幌と合います。ということでゆっくり食べます。今日はめちゃくちゃ天気良くて、秋晴れですよね。なんかすごくいい。昨日は蒸し暑かったんですけどね、台風明けでね。今日は完全に空が高い感じです。雲もほぼなく真っ青ですよ。これが続いてほしいですけどね。なんか昨日ね、僕は知らなかったんですけど、シュガーあったんですよね。1、2分ぐらい、30秒ぐらい、ちょっとわかんないですけどね、視聴者の方から LINE が入って、シュガー見れました、え、あったのみたいな感じだったんです。で、他の方からの LINE は、シュガーあったの知ってました、見れなかったですとかね、そういうのも。なんかね、アンアンのね、ことをタケル君から LINE が来たのは僕もわかったんですよ。でもまさかそこからシュガーに行くのかな。まあなんか発売したんですよね。カーディガンでしたっけ。だからそれのかな。音声だけだったんですかね。映像はなかったって聞きましたけど。で、僕の視聴者の方もそのカーディガンね、A のやつ買おうと思って、1時間前からスタンバイしたんだけど、一瞬で売り切れて買えなかったって言ってましたね。もうすごいですね、もうね。タケル君のこの A の売れ行きっていうんですかね。凄まじいものがありますよ。あとなんか守らなかったものたちでいろいろ出るんですね。東北の番組にね、バッドコラボのホームページに載ってますけど、東日本放送って僕懐かしいです。これテレ朝系ですよね、東日本放送はね。突撃生意気 TV っていうのに24日で、25日は宮城テレビ。宮城テレビはね、日テレ系ですよ確か。ちょっとブレイクタイム25日。テレビ山形は土曜日ポンチ。これは、これも25日です。で、これは STV ってとこですね。これはシアター S。これ9月30日。で、10月1日、秋田テレビ。キャッチアップマリマリっていうんですか。キャッチアップマリマリプラスっていうの。まあそういうのがあるんですね。秋田ですね。で、これは仙台放送です。仙台放送はフジテレビ系ですね。あらあらかしこってやつですね。10月2日。で、また宮城テレビ、オーパンです。宮城テレビに行ってるけど。でね、もう一個、これはね、宮城県ね、書いてないのが、東北放送ってのがあるんだ。それは TBS 系なんですよね。だから TBS 系は珍しく出ないんだな。東北放送が書いてないな、なんてちょっと思ったりしてます。今日ね、記事をね、いろいろ見てたらね、読売新聞で佐藤健くんの記事があって、僕はだから読売新聞をね、オンラインにね、登録しちゃいましたよ。で、それで見たんですけどね、読売新聞ってすごい新聞紙、一流新聞紙なんですけど、タケル君のこの内容に関しては、サイゾーとかね、日刊大衆とかね、朝女の方が内容は濃いかなと思います。
やっぱ一般新聞紙っていうのはやっぱこういうエンタメには薄いんだなぁなんて思ってちょっと見てみますね。まあそれに対してね、ドレッドのヤンキーに扮したルーキーズ、主演作天皇の料理番で高い評価を受け、連続テレビ小説半分青い、義母と娘のブルースでは麦田、映画だけではなくテレビの作品にも恵まれてきたと。千変万化の役作りはまるで自分が考える方法を知ってるかのようだ。自分なりにやるべきことが見つかればいけると思う。それが仕事を受ける基準ですね。逆にどうやってもそのような道が見えないときはちょっとねと。話題をかっさらったドラマ恋は続くよどこまでもで、佐藤健が演じる魔王とあだ名をされる超毒舌医師天道は、彼に一目惚れした新米看護師桜七瀬ね、上白石萌音の猛アタックを受ける。二人のやりとりと関係の変化が女性ファンの心を奪った。この作品については勝てないかもしれないけど負けないくらいの作品にしたかったと独特の言葉遣いで振り返る。そして物語全体を俯瞰で見るようにこう語った。ざっくり言うとこのカップが魅力的かどうかが大事ですよね。天道が魅力的ということがラブストーリーの基本なのでそこは担保しないと。プロデューサーのような冷静さで作品を見つめ、まるで将棋の駒のように最適の自分に場所に自分を置いていく。どんな役でも柔軟に演じる秘密はそこにもありそうだ。ファンとの交流についても柔軟な考え方を持つこいつがインターネットを通して評判になると、スマートフォンのアプリでファンに直接電話をして会話をするという異例の試みにも挑戦した。僕にとっては普通ですよ。注目してもらえばそれでいいじゃないですか。これシュガーのことを言ってるんですかね。スマートフォンのアプリに直接電話をしてっていうのはね。で、20年3月には YouTube の公式チャンネルを開設。よりリラックスした姿をファンに見せている。チャンネル登録者数は220万を超えた。プライベートを見せることに抵抗はなくて、見て誰かが喜んでくればいいかなと。冷静だが冷たいのではない。言葉にファンへの愛情がにじむ。だから愛されるのだろう。っていう、まあそういう記事。だから僕からすると薄いんですよね。なんか全てどっかで見た感じのインタビューで、しかもそんなにファンとかね、僕みたいなね、追ってるウォッチャーからしてみるとおって思うようなところから引っ張ってきた記事ではなくて、割とこうメジャーなところに起こってる記事を集めて、それに対してくっつけて言ってる感じかなっていうふうに僕は取れましたね。なんかね、やっぱこの、まあでもちょっとこの俯瞰でね、いろいろこいつなんかを見てるっていうことをこう言ってますが、たける君ってね、まあまた後で話しますけど、二万字インタビューを見ると、全般にわたって、自分の人生自体も俯瞰で見てるんですよね。自分の人生に対しても、結構ね、冷めた目で見てるところ、まあクールなね、目線で見てるなっていうところがあるんですよね。まあ、冷静に分析して捉えてるなっていうのが、まあ、そこがね、独特で面白いなっていうところですかね、たけるくんのね。まあ、そんな感じで今日も語っていきます。ではでは。また、僕がいいの。あったかいの。好きだね、ここね、晴れた日のね。でも秋だからね、秋晴れだから気持ちいいか。暑くもないし、蒸し暑くないからね、今とかね。かわいい。はい、かわいい。行くよ。じゃあゆっくり寝てなさい。日向ぼっこしてなさい。